高砂ユリは鉄砲ユリや属の植物。台湾原産。台湾を意味する故障である、高砂国に由来する。原産地の台湾では、台湾ゆり、高砂ユリと呼ばれている。なお、鉄砲ユリとの類似性から日本では、細葉鉄砲ユリと呼ばれる場合もある。高砂ユリは鉄砲ユリに似るが、茎が比較的太く丈夫で、竹が1.5メートルほどに成長するものもある。 花期は7から9月、花長は15から20センチメートル、直径は5センチメートルより大きめと、鉄砲ゆりよりも大型になる。また葉が細く、花は白を基調とするものの薄い紫色の筋が入り、可比片は6枚で、外側の可比片は大々褐色になり、花は横向きだが少し下に傾くことが多いとされる。ただし、 本種は鉄砲ゆりとの交雑種が多くまた変にも起きやすいと考えられており、例えば花が純白でありながら、葉が細く大型の個体が観察されるなど、その違いが外見からは判別しにくい場合も多い。種子を多くつけ、風で運ばれて分布を広げる。水はけがよく明るい草原や荒地などに到達すると根付いて葉を伸ばすが、初年度は茎や花を出さずに、 数枚の葉を出すだけで球根を太らせ、球根が十分太ると、翌年度以降に茎を伸ばして、大型の花をいくつも咲かせる。その場所の日当たり具合により、球根の太り方に差があり、球根の状態により形状や花の数などに差が生じる。台湾固有種で19世紀にイギリスに導入され、日本では1924年に園芸用に移入された。 気化植物として全国に分布する。明るい原野や荒野で育ち、海岸線付近から低地、高山帯に至るまで広く分布する。近年、人為的な開発などによる生息的地の原野の減少を受けて分布を狭めているが、本来は強い特性を有し、偶然さら地や荒れ地になった場所に突然出現することもある。ただし本種は、いわゆる連作障害が出やすいと言われ、 一時的に根付き、広がっても数年経つと姿を消す場合が多い。種子を多くつけ、種子は新たな原野を求めて、風に乗って各地に広がる。種子がたどり着いたその地が、伐採などで一時的に明るくなると生育して、勢力を広げ、時に群生して大きな花を咲かせるも、数年経つと、また他の地へ旅立つように去って行く。鉄砲百りと同じく、 キリスト教復活祭にイスターリリーとしても利用される。ありがとうございます。